本日は LJL2017 スプリングスプリットラウンド1マッチ1の模様をお送りしてやります。さあレボルスさん、まずはゲーム1デトネーションホーカスミの勝利と、序盤から常にプレッシャー主導権が取りにかかって、そして実際握り切ったと、いくつか集団戦仕掛けられるシーンもフォーカスミーの方がうまく対処していたと思いますね。ランページはかなり序盤のデトネーションフォーカスミーの仕掛けというのをいなせていたんですが、とある部分から何かこう崩れたなという印象もありますよね。ボットレーンの仕掛け、フォーカスミーはずっと仕掛けていましたよね。ミッドレーンからボットレーンにかけてのジャングルの仕掛けを取りながら、セロス選手やパウ選手のプレッシャーを使ってかなりボットレーンの燃え選手とダラ選手に対して仕掛けていったんですが、ダラ選手とタッスル選手がワードを置きながら相手の動きを分かってるよというプレッシャー、仕掛けてくるんだったらカウンターを取るよというプレッシャーでいなし続けてはいたんですが、例えばミッドのファーストタワー前での攻防で萌え選手と他の4名のメンバー、特に萌え選手やエビ選手といったところの間のコミュニケーションがうまく取りきれなかったりだとか、あとはミッドレーンからドラゴンの間のところにかけての集団戦、ユタポン選手に対して仕掛けてしまった、そして後方の3人モヤシ選手とラムネ選手と、ダラ選手の3人がセロス選手1人に完全に止められてしまって集団戦の形が作れなかったりというところで、もちろん自分たちの仕掛け方もあまり良くなかったんですが、セロス選手にスーパープレーをされてしまったというところでちょっとペースがつかめなかったですよね。ちょっと印象なんですけど、デトネーションフォーカスミーは、ドラフトからもそうですけれども、自分たちの強み、そして作戦を序盤から終盤までもうずっと貫き通したような印象が僕は今持ってるんですよ。一方のランページというのは、よしこれからじゃあチームファイトをしようとなった時に慌ててエンゲージをしている印象が見受けられるんですね。それがユタポン選手への、ユタポンへのなんていうんですかね、エンゲージというか、仕掛けになっているのかなという印象もあるんですが、そこどう見てますか？そうですね、やはりこうコミュニケーションの部分がうまくまだ取り切れてないのかなと。だからこそちょっとそのエンゲージをはたから見ているとおかしいように感じてしまうのがいくつかあったりだとか、あとはやはり集団戦を軸に戦っていくというドラフトをした上で集団戦がうまくいっていないというところで、ちょっとやはり、まだチームの形がまだ出来上がってはいないのかなというところも一つ印象としては受けましたかね。なるほど。ただランページというのはこうなんていうんですか、リーグを通してチームを作り上げるチームと、あとどんどんラウンドを重ねるごとに強くなっていく傾向のある、そういった成長性といったところが、もしくはコーチ陣の実力といったところも非常に優れていますからね。ただ問題は、このラウンド1開幕戦勝つためには、ゲーム1からゲーム2の間での修正といったところが非常に重要になってきます。コミュニケーションの修正というのは短期間で行えるものではないような気もしますけどね。ということはどうなんですか、チームとしての戦う戦略という部分ですかね。今ちょっと声かけてますね。エビ選手は常にこういいプレーを見せていましたから、やはり彼といったところは、彼の動きというところは、鍵を握っているような印象もありますね。こういう時に何かなんていうんですかね、作戦としてはやはり個人技で突破していこうなんていうことに切り替える可能性も十分高いんですか？この試合の勝ちにこだわるのであれば、やはり一番勝率が高いポイントから作っていくという判断になると思います。その場合、この場合だとやはりエビ選手のプレーだと思います。一方で長いこのラウンド10、そして決勝までというところを見据えると、集団戦にこだわって、で集団戦のところの齟齬をまずここで明らかにしてから練習で埋めていくという方法もなくはないですが、ただ1戦目から重要なマッチですからね、ランページにとってみると。そうなんですよ。ですから先ほど後者の選択、つまり集団戦にこだわって自分たちのアラをここでも出し切るという選択は、嫌な言い方をするとこの試合を捨てるというふうにも捉えることは可能ですよね。捨ててしまっていいゲームというのは、まずこのラウンド10の中で、まずは基本的にはやはり一つもない中で、さらによりフォーカスミー相手にそういった選択を取るのはちょっとかなりリスクが高いようにも思いますからね。そしてあと気になっていた AD キャリー対決なんですけど、ゼロストはいいプレーしましたね。素晴らしかったですね。アルティメットの、当たる確率非常に高かったです。ほとんど外してないですからね。そうですね。さらにレーニングもこの
ビビット選手がかなり積極的に仕掛けていっているところに対してしっかりと合わせていました。ボットレーンの連携といったところは非常にスムーズでしたからね。もちろん過去に組んでいた経験もあるというところもあって、やはりフルスへの復帰でこうズレといったところはあまり見られなかったですね。そしてあとはやはりジャングラー、まあ、今ゆとり回しも映ってますね。ゼロストゆとり回し、ゆとり回しは一方ちょっとデトネーションオーカスミの集団戦の影響なのか、分断されてしまってダメージを出せる機会というのが最後のバロンピット内ぐらいしかちょっとなかったというのが、そうですね、集団戦でオートアタックで敵の柔らかい対象もしくはユタポン選手を殴って体力を削るというシーンがほとんどなかったですよね。一方のジャングラーの本日の一番最初に挙げたのは注目選手、このパズとそしてタッスルだったわけですから、パズのプレー見てどうでしたか。ガンクこそ、まあ、キルを奪えることはなかったですが、プレッシャーをかけ続けてランページに対して非常に大きな圧力を与えていたと思います。一方のタッスル選手もその圧力をうまくかわしながらの序盤の作りはできていたんですが、ただ一点気になる点だと、ちょっとタッスル選手視界のコントロールがうまくいっていないかなと。おお、それはなぜ、どういった部分で。例えば先ほど、まあ、試合中でも申し上げたんですが、パズ選手はミッドとボットと連携しながらボットサイドの視界をかなり取っていましたよ ね。一方のタッスル選手はそれに対してカウンターでトップサイドが入っていってワードを何個か置くんですが、そのワードが維持できていない、維持できていないことによってパズ選手の動きが全く途中把握できない、把握できないままボットレーン、ボットサイドの敵のジャングル入って捕まえられてしまうシーンが確か2回ほどありました、うん、そういった視界のコントロールでちょっとパズ選手の方が上回っている、もしくはチーム全体の連携という点で、フォーカスミーの方が序盤から中盤にかけては上回っているという展開が多かったのが気になりますね。そこまで評価しますか、パズを。パズ選手単体だけでなく、あ、なるほど、チームとしてということですか。特にボットサイドのこの4名、パズ選手、セロス選手、まあビビット選手、この3名、まあ、デロス選手は視界のコントロールというよりも、まあ、レーンのコントロールですよね。今もう一回同じことにはどんだけ仲いいんだっていう話ですけど、まあ、考えが同じということなんですが、まあまあまあ、そこの4名の動き、視界のコントロールが、まあ、かなり優れていたのは間違いないですよね。一方でランページはちょっとダラ選手単体であったりだとか、タス選手単体であったりといったところでちょっと視界を取っていく、除去していく連携がちょっと薄かったようにも思いましたね、うん、ただあとちょっと緊張してる印象もなんか今表情を見るとありましたね。 3-4、まあ、ヘッドコーチが 3-4 なんですけども、ランページはそのヘッドコーチがすごい選手たちに声をかけてるシーンというのが多く映像では見られましたね。あとはボディタッチもいくつかありましたからね、まあ、緊張を和らげるときにこう肩叩いたりだとか、あ、声かけたりというところもあると思います。まあ、トレーナーのラムネ選手が新人、そしてこういったスタジオでのオフラインの対決、まあね、相手はセロス選手、はい、ビッグマッチですからあ、こちらですね、ヘッドコーチ、ランページのヘッドコーチ 3-4、まあ、緊張するプレイヤーも多い中でというのは、まあ、間違いなくありますよね。ただ少し慣れているんでしょうかね、こういってもうとりあえずプレイとしては良かったけど、まず緊張をほぐしていこうよという姿勢がすごく見られたなという印象がありますね。今も声かけてますね。一方こちらはデトネーションカスミのヘッドコーチ、アウェイカーですね。選手からまあヘッドコーチへというところで、まあ役割が変わっていく、変わっていったわけですが、彼もともと選手としても知識面で非常に優れているという評価はずっと受けていましたし、さらにチームのコーラーでもありましたからね。そうですね。ただ彼の場合だと試合時間が進むにつれてこうプレイの質がもう情報量が試合時間が進めば進むほど多くなっていくことによってこうちょっとパンクしてしまって、それがプレーに現れてしまうということが何度かありましたが、ヘッドコーチであればそういったところよりその情報により集中できますからね。あと彼の特徴として挙げられるのであれば、まあ、僕は初年度から知っているプレイヤーですから挙げるのであれば、新しい新人を発掘する能力に非常に長けているプレイヤーなんですよ。アエカ選手が、まあ、元選手時代だったので、選手時代に、まあ、このプレーは今後伸びてくるだろうみたいなことをちょっと話したりとかもするんです。そういう選手は LGL に上ってきている選手も実際いますから、彼がもしかしたらデトネーションフォーカスミ、もしくはデトネーションフォーカスミの2部のライジングの方で選手を発掘というところ、まあ、スプリングスプリットだけじゃなくサマースプリットでの新人といったところも楽しみになってきますね。
さあそしてこれからゲーム2がまあ始まるわけですけれども、ドラフトですよ。まあ天板でかなり時間も短く、そしてピックも早い、展開が早いという中でちょっと振り返ってみたいと思いますけれども、どう見てますか。まずは1試合目のドラフト、そしてゲーム2に向けて。やはり LJL でもレッドサイドのファーストオーバーのフェーズはルブラン・デンガー・カミールなんだなと。まあ固定ですね。もうまあちょっとパッチによる変更が来ない限りはこの番でレッドサイドのファースト番は埋まってしまうということは間違いないと思います。そんな中でブルーサイドが何をバンするかですよね。先ほどランページはブルーサイドでジグスとマルザハールとダリウスでしたね、ジグス勝率自体はそこまで高くは、競技シーンでは高くないですよね、そうですね、競技シーンではですね、その球で非常に高いですが、だそこをどう評価するかというのと、ダリウスというのが、まあ、ちょっと気になりますよね。まあ、かなりパズは笑ってましたけど、ユタボンも笑ってましたけれども、ダリウスの特徴としてレーンは非常に強力なんですが、ガンクに対して弱いというのと、集団戦がちょっと得意ではないと、まあ、レーン1点特化と言ってしまってもちょっといいのかなというような印象もあります。それが競技シーンで輝けるのかどうか、やはりどうしても少数戦や集団戦の回数はどんどん増えていく中で、ダリウスがどれだけパフォーマンスできるのかというのをちょっと見てみたい部分ではありますけどね。ブルーサイドでピックするかもしれませんけど、可能性はありますよね。あとは、まあ、ファーストピックのフェーズだと、まあ、他の大会でもやはりジャングル AD キャリーサポートのピックって埋まることがちょっと多い印象がありますよね。あとはまあライズがオープンだった場合に取るか取らないのかということですよね。あとは他の OP ですか、ルブランやカミールといった OP が開けば、まあ、必ずブルーサイド側が取るということが多いですが、ライズの評価がちょっと低いのかなと。そうですね、低かったですね。シンドラを飛びましたからね。さらにこうカシオペアをセカンドバンフェーズでバンした上でライズを取るというような選択もしませんでしたから、ここでちょっとミッドレーンのピックに対する考え方が違うのかなと。あとはジェイス・バンですかね。ジェイス評価の高い地域でいうと、やはり韓国の地域は評価が非常に高いですよね。トップとミッドで使えるというところの、まあ、柔軟性の高さが評価されているのだと思いますが、あともう一つ、ザイラに対してスレッシュを当てたことですね、はい、あそうですね、それは確かにフォーチュンではなかったというのはちょっと意外、まあ、フォーチュンサポート A みたいなのもあると思いますけれど も去年の WCS で明らかになってしまいましたからね、はい、ザイラに対しては MF がもうカウンターピックであるというのがもうここ最近の定説になっています。一応理由をちょっとじゃあお聞かせ願いますか。まずザイラの何といっても強みとしてはあの植物ですよね、はい、その植物は普通上であればオートアタック3回しなければ破壊できないんですが、 MF はオートアタック初発が 1.5 発分と計算されているので、あと1発でいいんですね。プラントに対して草花に対しては MF が1発殴れば AD キャリーが1発殴るか、もしくは MF がもう1回殴ればもう植物が倒せるというところで、非常にザイラの強みを簡単に消せると。さらにザイラ自体自身が非常に柔らかい、ブリンクもないというところで E のスローフィールド、 MF が持つフォーチュンが持つ E のスローフィールドが非常に厄介であるというところが、まあ、カウンターの要因になりますね。まあ、その理由でフォーチュンがザイラに出されるわけなんですが、スレッシュなんですよ。ただあれだけボットレーンでビビット選手仕掛けまくってましたからフッカー当ててましたからね、はい、それを考えるとMF だとじわりじわりと有利を取っていく、一方スレッシュだとキルを取っていくというところで、まあ、ちょっと意識の違いがあるのかなという感じがしましたね。あとは中盤以降はやはり MF よりもスレッシュの方が UTT サポート性能としては上なのかなと。フォーチュンの場合だとレーンフェーズが終わった後は走り回ってスローピンピン投げてアルティメットブルブル、そうですねアルティメット、しかもブラッククリーバーのアーマーカット、まあもしくは何でしたっけ、体力の回復低減、そうですね、昔は金券なんて言われてたね、ちょっと今エクセキューションアンドコーリングのデバフをばらまく、まあ結局アルティメットダメージというよりも、まあアーマーのカットであったり体力の回復のカットであったりといったところが
中心になるので CC ではないんですよね。スローは強力ではありますが、なので相手を捕まえるもしくはピールするという点ではスレッシュの方が上なのは間違いないと思いますね。ただ今スレッシュも確かに評価としてどうなんですか、上がってはきている、上がってはきていると思います。巨人の勇気のキーストーンが実装されたことによってスレッシュが簡単にシールドを手に入れられると、あ、E のスキル、はい、プレイでもそうですし Q のフックでも巨人の勇気発動しますから、まあ、かなりこうエンゲージ仕掛けやすいというところでスレッシュは評価が高まってきてはいるんですが、ただザイラは基本的に苦手とはしているんです。マッチアップ的にマッチアップ的にはザイラの方が、まあ、レーンのアドバンテージは取りやすいと。ということはですよ、例えば今このサイドが入れ替わりましたよね、そしてファーストピックのまあ持ってますよね、デトネーションフォーカスミア、ザイラをバンもしない、そしてピックもしない でランページが取ってもう一度スレッシュを当てて、ただ狙ってるってことですよね、完全に。そうなりますね。ザイラ自身非常に柔らかいので先手を持って仕掛けられるのであれば、そのスレッシュの強みはぐっと生きていく。さらにスレッシュのプレッシャーとジャングラーのパズ選手のプレッシャーを使って1試合目と同じようにボット周辺の視界のコントロールを取っていく、ということがまずフォーカスミの狙いというのが明らかになりますよね。ダラ相手にってことですけどね。ダラもそうなりますよね。そういうことですよね。かなり強気な選択にはなりますが、ただそれが先ほどの試合ではまっていましたから2試合目どうなるのか、あとは一方でダラ選手も選択をもしかしたら変えるかもしれないですよね。あ、ザイラはちょっとまずいぞと。今だと他はまあもちろんマルダハールのサポート、マルダハールサポート自分で言っててクスッと笑うのやめてもらっていいですか。シーズン7になってからマルダハールサポートが、まあ、マルダハールのリメイクが、リメイクというか W の変更が入ってからですからね。まあまあまあ、そのあたりじゃあこちらでどうやら見れるようなので見ていきましょうかね。さあ今度はブルーサイド、まあ、選択サイドの選択権を持っているのがデトネーションフォーカスミスサイドで、ブルーサイドを選択しています。レッドチームサイドはランページです。ファーストバンはカミールから。ほう、カミールバンをブルーサイドでしますか。ちょっとこれはもったいないような気もしますが、もしかしたらユタポン選手カミール飽きられたら使えない、もしくはデトネーションフォーカスミ全体としてカミールを使った練習ができていないということかもしれないですね。使われては嫌だから消してしまおう、ということだと思います。もしくは飽きられても困ると。ああ、なるほど。そしてルブラン、これでランページ番一つ猶予できましたからね。何番しますかね。さあ開始はリーシンです。何をバンするのかは非常に気になりますね。ただティアーとして次に高いのはレンガーですか。そうなると思いますね。ただタッス選手レンガー非常に得意ですが、まあただファーストピック持ってますから、そうなんですよね。まあレンガーですね。さあそしてマルザハールサポート、やはりマルザハール評価が高いようですね。かなり高いですね。まあ、レーンが非常に強力であること、レベル6のアルティメットによるピックアップ、サイレンスといったところも非常に強いですしね。さあそしてランページ、ここの番が浮いているというレボルさんお話ですけれども、タリア、おお、かなり評価が高いですね。先ほども2つ目の番フェーズでタリアバンしてましたからね。さあそしてファーストピックです。先ほどは陣が非常に良かったんですが、やはりアッシュの方が優先される。ランページもアッシュを優先してましたが、これに対してランページはエディキャリーをどうするのかですね。ティアとして挙げられるのは、まあ、陣、そしてバルス、エズリアル、あとはジグスなんでだからそういうチャンピオンを言うときに若干こもるんですか。ただゆとり前しエズは得意ですよ。そうですね。あ、ただ魔王界かなり早めに取りましたね。さらにカルマ、魔王界はまだいいとして、カルマというのはちょっと、まあ、ナーフされた直後ですからね。特に、まあ、W のチックが3から2になったこと、そして E のシールド量がぐっと下がったのが気になりますが、ミッドとして運用されることはもうなくなりましたよね、あの影響で。そうなると思いますね。基本的にはやはりサポートだと思いますが、ということはやはりこれはザイラを出せないとランページは踏んだというドラフトになっていると。そうなっていると思いますね。ただカルマに対してザイラアドバンテージ取れますから、ここでビビット選手がザイラを取ったら面白いですが、ただこれで取れるのか取れないのかという答えも聞いてるようなドラフトになってますね。まあ、一応まだカルマがミッドレーンに行く可能性もなくはないと。
いうところもちょっと困るところですよね。こういった柔軟性の高さが高いチャンピオンというのはやはりファーストピックのところで取れるとかなりドラフトのところで主導権握れるような感じもしますが、さあエリースを取って、あ関係ないよと仕掛けていくつもり満々ですね。そしてここでジャングルを取っておかないと残り2つの番でジャングル取られたらきつ、あバーンされたら厳しいですから、そうですね、取らざるを得ないですね。取らされたというべきですね。さあそしてこれが、画面真ん中に出ているのが1試合目の、ドラフトと、なっていますね。あやはりカジックス取りました。そしてここでデトネーションフォーカスに空いているのがトップとミッド。先ほどそしてランページは消しているのはジェイスであったりあとジグスであったりですか。あシンドラ素晴らしかったですからね、まあ、晩成だろう得ないと。なるほど。それに対してランページは AD キャリーは確定で空いていると。で一方ミッドとサポートなのか、まあ、ほぼほぼミッドだろうという感じはしますけどね。あデトネーションカスミ何を晩していくのかと無限地アッシュのドカウンターというべきですか。そうなりますね。今回はエビ選手へのターゲットバンではなくダムケンチサポートの可能性を考えてのバンですね。そしてバンするんですね。はあ、はあ、ダリウスはバンなんですね。魔王界に対しては確かに連勝てるというのは可能性非常に高いですが、これは多分情報として持ってるのかもしれませんね。ここまでバンするということはイタポン選手をかなり警戒しているということになりますか。さあラストバンカシオペアとなるとライズを取る気が取る可能性が高いのかなという感じがしますね。どちらがですか。デトネーションフォーカスミーがライズに対するカウンターとしてカシオペアを運用されることが多い中でカシオペアをバーンしたということはライズを取ることをフォーカスミーは考えているのでランページはここでライズを取り上げるか、ライズのカウンターをあらかじめ取っておくかということですが、ここもオリアナです。おミッドジグス、それを見てライズを取るのか取らないのかを聞いたようなドラフトなんですかね。そうなのかもしれないですね。そしてポッピーミッドをどうするのかですね。本当にライズなのか違うチャンピオンピックする可能性も十分あると思いますが、構成的に見てどうなんですか。ライズは合うんですか。合うと思いますね。スレッシュエリスのフックといった特にエリスのガンクの準備ができますし足のアローからのバーストといったところオールに入っていくところにライズの移動速度のバフといったところを生かして集団戦ダメージ出しやすいですが、おただコーチとかなり話し合った結果はジグスミッドジグスですよ。 APC ではないですよ。そうですね、ボットレーンにいるチャンピオンではなくミッドレーンにいるチャンピオンなんだよというところをセロス選手がもしかしたら見せてくれるのかもしれませんがだから声こもるのやめてくださいよ、ね、ホルさん。やっぱ奇妙なんですよね。さあそしてラストピック、まあ、得意のエズリアル、これバルスだとかジンも空いてましたがエズですか。ただやはりオールインもしくは仕掛けてくるタイプのチャンピオンもデトネーションフォーカスミサイル多いのでブリンクのないチャンピオンだとちょっと捕まってしまう可能性が非常に高いというところがエズリアルにした要因だと思いますね。あということは、ユタポンパズのこの2名を警戒してエズにしたと。さらにセル選手が使うジグスアルティメットでバックラインに対してプレッシャー作れますからエズじゃないとちょっと避けきれないもしくは集団戦で活躍できないという判断だと思いますね。さあそして一方のランページはどうですか。ランページとしては、ま、魔王界と魔王界が、ま、エビ選手が一つ集団戦の起点になりつつカジクスを使うタスル選手がメインキャリーということになりそうですね。あやはり序盤から中盤にかけてタス選手とラムネ選手がこう主導権を握ってとさらにその中でタス選手がお金を集めて中盤でどん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 キルを取っていってゴールド差を広げていく展開を狙っているんだと思いますね。ただエビのピック魔王界ですよね。かなり早めにランページ取りました。中心で組み上げていくという狙いですよね。彼がミッドレあトップを押し込んでそしてミッドにロームしてもしくは敵のジャングルに入っていってというような動きが期待されているのだと思いますね。さあその動きができるのかランページさらにこうミッ
トレーン、ジグス VS オリアナだと、先ほどのオリアナ VS シンドラと比べると主導権はちょっと移りづらい、互いにファームレーンになる、どちらかのタワーにミニオンを押し付ける展開というのはちょっと考えづらいですから、先ほどとはまた違った展開になりそうですね。どういった展開が予想されますか。先ほどと比べるとランページ側がプレッシャーをかける可能性もあるかなと。あ、先手を取っていくと。その可能性は十分高いと思いますが、さあそこはどうなっていくのかゲーム内で見たいと思います。 LJL2017 スプリングスピリットランドアンマッチ1ゲーム2、デトネーションオカスミ VS ランページの試合スタートです。ミニオン出撃まであと30秒。あ、やはりこういうことをするんですね。在来ではなくてもしてますね。そのようですね。8ゴールド、8ゴールド、16ゴールド、ありがとうございます。プラス3ゴールド、19ゴールド稼ぎましたよ今グローバルアドバンテージ19ゴールドありますどうですかレボルさん。そういった細かな差を積み上げていくのがプロシーンですからね。 ありがとうございます真面目に回答していただきましてなんかすいませんでした。いや、ちょっと主戦闘と言おうかなと思ったんですがちょっとそれはやめときましたねさあそしてまずは序盤ランページが先手を仕掛けるだろうというお話もありました。どこからですか。やはりエビ選手とタス選手のラインというのがまずはプレッシャー作りやすいのと、あとエズリアルをファーストリコールする前まではレーニング戦えますから、そしてドラ選手が使うカルマレーニング強いということを考えると、まあ、ボットレーンからも可能ですよね。さあそのキーストーンです。変わっているところは特になさそうですか。そうですね、ここでただビビット選手がどれだけこう仕掛けられるかですね。ドラ選手に対してプレッシャーをかけてレーンのコントロールを取らせないようにするという動きはフォアカスミにとっては重要になりますね。さあそしてジャングルですが、速度的にはタッスルが速いようですね。ミッドレーンをファームレーンになるであろうという話です。おっとラムネポーションですね。そうですね、マスタリをどうしているのかちょっと気になりますが、ここからもしかしたら、真ん中のツリーあー、はいはい、のところアサシンにしたんですかね。まあ右側にフルプレイヤーもいますよね。そうですね、あとはここからランページとしてはボットサイドの視界の主導権を取りながら、あ、多数選手が非常に動きやすい形を作り出していくというのが狙いになると思いますね。一方のフォーカスミーはやはりこういったフックから、そしてパズ選手のガンクからというところがまず序盤の狙いになりますね。さあかなりランページをボットサイド押し上げているタッスルが動きやすいようにという展開なんですが、そのタッスルはトップサイドへ向かっています。まずはファームですか。レベル4を目指す動きですよねこれは。そうなりますね。さあエビもかなりレーンは引いている。おっとミッドレーンでの優位はやはりセロスにあるのか。ちょっとマナの面でも体力の面でもラムネ選手苦しそうですね。あー出た、出ましたよこれ。ユタポン今レーン押し上げて回復取りに行きましたか。ハニフルス取りましたかこれが強いんですよね。今まで以上にレーンのプッシュが強い要因はハニーフルーツが取れて体力とマナを回復できるという点ですからね。これどうなんですかねプッシュしてハニーフルーツ取って帰ってくるっていうのは。ライアットもナーフするよって言ってましたから、強いというのは公認だと思いますね。なるほどなるほど、公式的にということですね、はい。以前と比べるとやはりプッシュした時に得られるアドバンテージがかなり大きくなっていますよね。だからこそミッドの押し合いといったところの重要性がぐっと高まっているのかなという感じもしますね。あなるほど。さあそしてこれゆとり前足、ちょっと面白いリコールタイミングですか。そしてコントロールワードも買いましたね。これは何が狙いなんですかね。涙まで購入、ゴッディス購入してますけど、
まあ、早めにパワースパイクを迎えたい。やはりエズリエルの場合だと涙溜まってからというのは最低条件になりますからね。ただコントロールワードどこに置くかですよね。ここのファーストリコールして装備を買ってからがエズリアルが苦しいわけですが、ただそれを早く、ああちょっとな、それを読んでいる。フックからイグナイト、フラッシュダウンです。フラッシュダウン、これでエズリアルといえどもちょっとガンクが怖くなりますね。さらにだから選手もちょっと押していくのは難しいと。バード置いてましたか。ラッページ側のワードはあったように思いましたけどね。あったように見えましたけどね。ビビットは完全にあれ読みフックですよね。見事な判断でしたね。あーなるほど、コントロールはここに。いやこれはタッス選手が、あタッスするのですか。はい、置きましたね。さあそしてジャングルの中に入っていく。ダムネも6です。先ほどこういったシーンはなかったですよね、ランページ。しかしここは作れているというところで、やはりミッドレーンのセロ選手アドバンテージ最初取りましたが、キルポテンシャルの低さというところもあってラムネ選手が動きやすくしてますね。さあここはラムネが、まあ、ミッドレーンの主導権を取っていると、そう言えると思いますね。そして入ってはいきましたが、ただここセロスいるぞ。タッスルバレているいないですね。んただどうなんでしょうかね、これを仕掛けるとなって、まずミッドレーンからのランページの先手ですけれども、ボットレーンはあまり介入しないようなイメージ持ってますね。そうですね、やはりミッド中心に特にラプターのコントロールを意識しながらという形になりそうですね。さあそしてアイテムビルドはセロス・ワルスト・チャプター、おっとフック投げましたか。ここはパズの位置がバレていますね。うまくこの時間帯からランページボットに2人苦しいんですが、おお、まいった危ない、タッスルリーシュありがとうワード、そうですね、ちらっと映ったから予測なんでしょうね、だと思いますね。さあエビがそしてレーンを勝ち始めましたよ。ここからエビ選手プッシュしてエタポン選手、ソロキルはまず難しいと思います。なんといってもポピーですし、ですから押した後敵のジャングルに入ってワードを置く、もしくはタス選手と一緒に動いて、ジャングルに入る、もしくはセロス選手に対してガンクを仕掛けていくという形を作れると、まあ、非常に展開としてはスムーズになりますね。さあその動きをただ、まあ、狙ってはいますよね。当然狙っていると思いますが、まだタス選手今リコールタイミングなのでちょっと難しいですね。この次からというような形ですか。そしてそれを警戒しています。デトネーションフォーカスミー、高まで飛ばしましたね。今だいぶの警戒してましたね。おっと、ただボットレーン、モヤシ選手が常にレーンを押し付ける形維持できてますね。かなりこれデトネーションフォーカスミー、ゼロスト、そしてビビット苦しそうですね。と今クリックミスですかね。CS は全く同じですが、レーンに押し付けられることがちょっと多いので、先ほどとは打って変わってランページの方がボットレーンの主導権を握っていると言えますね。おっとリコールタイミングを阻害されてしまった。あービビットもやめましたね。いかにブルバ涙を買ってからエズリエルが弱いといえども、ここまでちょっとリコールタイミング阻害されてしまうと、その弱いところつけないですね。まあ、あとはファーストリコールさせないタイミングで勝ったというのも大きかったんですかね。そうなりますね。今まだアイテム更新できてませんからね、ゼロストは。さあこれによってタッスルが強気にボットレーンから入っていけています。うーん、視界のコントロールまでもつなげていますね。先ほどもこの時間帯ではフォーカスミンサイドの方がボットヘッドのジャングル視界のコントロール上回っていたんですが、全く違いますね。修正が非常に早いですね。素晴らしいですね。さあこうなるとランページはどん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 先手を打っていけるわけなんですが、まだタッスルはレーンへの介入というところまではしてませんか。いや、しかしミッドレーン狙ってませんか。これ狙ってますか。エビが寄ってます。タワーダイブ判断してますね。
ブルーバフはある。さあ裏からエビ、ただしミニオンウェーブがなくなった。タワーダメージは誰に行くのか。ラムネに似てるショックウェーブはうまく避けてフラッシュアウト、テレポート、そしてメガインフェルノボブでカウンター、フラッシング2人打ち上げたのはユタボン。2対3だが前に出るのはデトネーションオーカスミ、さばきます。セロス、ラムネ選手まだ緊張しているようですね。なるほど、ちょっとアルティメットストーカーが当たらなかったのが非常にもったいなかったですが、フラッシュを沸かせることには成功したので、最低限の結果はランページとしては得られたのかなと思いますが、体力が減っている状況でフォローなしですか。おっと、あっと、ここはタッスル待っていたがパスもコクンで返している。ダメージトレーダーどうだ、うまくクマの手で逃げているがラムネも寄っている。ヒールを切りました。今のタス選手素晴らしかったですね。ただスマイトが上がっていなかったのがちょっともったいなかったですね。上がっていればキルまでいけたと思いますが、さあこれで体力の有利が、ただここは無理にはいけません。デトネーションフォーカスミ、ただジグスからするとタワー破壊圏内に入りつつありますねあ、なるほど、ボム、ボム W でまあボマーですからね。そうですね、これ割れるんじゃないですか、リコールしたら。リコールできないですね、ですから。さあラムネ、これはちょっとフォローアップが欲しいような状態になっていますが、狙っているぞ、なった。さあ折れたファーストタワー、まあここはちょっとランページからすると連携のミスによってせっかく得たチャンスといったところ生かしきれなかったという点を考えると、フォーカスミは救われたような感じもしますね。あそこの仕掛けでセロス選手が倒されていたらまた展開は変わっていた。あそこをしっかりと避けた、さらに体力のアドバンテージを作っていることを生かしてプレッシャーをかけ続けた判断、見事でしたね。ランページとしては狙い通りだったんですがというようなシーンですよね。爪を誤ったという形ですかね。なるほど、さあこれによってトップレーンのエビも少し苦しくなっています。移動した時間の分だけミニオンは食べれてませんからね。ただボットレーンがランページ打って変わってやはり有利ですね。かなり有利ですね。27CS 差ですか。しかもこの2人もともと同じチームでプレイしてましたからね。ゆとり林はトップレーン、ゼロストは ADC という。そう考えるとエビ選手もそうでしたからね。あ、確かにそうですね。ゼロスト選手の元チームメイトですね。何か因縁めいたようなものもあるんでしょうかね。かもしれないですけどね。ただやはりまだミッドの主導権といったところランページが握ってますかね。なんといってもゼロスト選手サマースペルないですからね。ああ本当ですね、先ほど使ってしまいましたから、このタス選手がどんどん敵のジャングル入ったりオブジェクトのコントロールといったところを行えているんですよね。さ、ラムネとしては仕事はしている、ただもう一仕事欲しいというような。そうですね、ここでフォーカスミーに確実に序盤アドバンテージ作っていくということを考えるのであればもう一仕事欲しいですね。あとちょっとセロスのビルド見てください。おエコー先に完成させてますね。これウェーブクリアですかね。ちょっとマナの面で、あとはやはりクールダウンの面でモレロノミコンの方が優秀だと思うんですが、ダメージを先行していると。さらに、まあ、ウェーブクリアという点でもエコーの方がもしかしたら若干早いのかもしれないですね。ああなるほど。あとはまあ考えるとすれば移動速度を 10% 増加。ああはいはいはい、しかし靴は買ってないんですけどね。まあラムネも靴買ってませんからまだ、まあ、ダメージが伸びつつ移動速度も上がるというところも考えての先にルーデンズエコを買うと。あと最近ゆとり回しも今言ってますけれども、エズリアルがトリニティフォースビルド多いんですよね。そうですね、まあ、アイスボンガントレットの若干のナーフというところありますし、エズリアルのパッシブが強化されたんですよね、はい、アタックスピードが。それもあって、まあ、トリニティフォースビルドが復活しましたね。あのスキルを当てたらアタックスピードが上昇する、その数値がそうですね、まあ、確かかなり伸びたんですよね、まあ、その影響もあると。さあエビは押し込めてはいるが体力の有利までは、いやちょっと今テレポートのアドバンテージがエビ選手ないですから。あ本当ですね。そしてユタポン選手テレポートする準備してますよ。だいぶ狙ってますねボットサイドに対して。
さあ行くのか。デトネーションカスミセットアップはバッチリ、ランページそれに警戒している。ここはきっちり下がっています。あー、ミッドレーンの横丁にワードがありましたね。コントロールワード、これによってカウンターを準備しているのはランページサイドが。ただ行けるのか。エビのテレポートはないぞ。タスル強引に行こうとしている。いやー、ただ先にタワー降り切りましたか。やはりこのテレポートの有無というところ響きましたね。さらにワロー当たった。タッスル動けない。ファーストブラッドはパズです。ゼロスト選手素晴らしい今視界がないところから、ランページの視界がないところから打ったので、タッスル選手は気づけませんでしたね。ああ、なるほど。ミニオンの視界すらなかったですからね。唯一あったのはリバーのワードぐらいですか。今刺したんですかね。微妙なラインですけども、あそこに一応あるにはあったんですが、もしくは警戒してませんでしたかね。これでフォーカスミミッドのファーストタワーからボットのファーストタワーへつなげ、しかもそれテレポートのプレッシャーを生かしながら、しかし実際テレポートを使ってないですから、なんて言うんでしょうね、こう印象としてはチームとしての本当に連携が取れていると見えますよね。そうですね。さらにこう以前のゼロスト選手の姿とはまたちょっと違うかなと。集団戦で活躍するイメージだったんですが、やはりブラックアイでの経験もあって、かなり早い段階からゲームを動かすことができるプレイヤーに成長したような印象もありますね。いわゆる仕掛けることができるようになったと。そして今シーズン7の AD キャリーにはそういった仕掛けることといったところ求められてますからね。かなり今の状況に合致したプレーができていると言えると思いますね。さあ、そしてランページは人数差を生かしてうまく、タワー交換持っていきました。ボットタワー破壊成功。これでタワー差は1本ですね。あとはミッドのファーストタワーを破壊すればイーブンには持っていけますね。ただしセロスがトップにいますよ。これ壊れるんじゃないですか、通常一発から。ああ、ああ、すべてセロスです。すべてあのダブルによってタワーを破壊しています。ため息ついちゃいますね。クリスタルオーレ超遠距離ですが、タッスル今度は反応しました。このボットレーンからというよりもゼロスト選手からというところ、ランページでかなり警戒しなければなりませんね。まあ、隙あらば打っていこうというような姿勢ですからね。まだ SS リーバー完成してはいないんですが、つまりクールダウンの面で短くはスキルがのクールダウン短くはなっていないんですが、でも積極的に使っていきますね。やっぱりエッセンスリーバー行くと思いますか。インフィニティエッジというコースもありますけれども、エッセンスリーバーだと思いますね。クールダウン 30% の低減といったらかなり魅力的ですしね。おっと、ユタポン孤立しているぞ。タッスル入ってる。てついエビではなかった。タッスルを狙ったが、ここはいやー、ただダブルのノックアップ、うまく逃げています。エビのスネアが届くのか。いやー、パズのフォローも早いですよ。さあ、ランページうまく仕掛けられない。そしてカウンター、タッスルは寄っているか、待っているような動き。コクンはエビ避けます。相手が仕掛けてきたところ、浮いたセロス選手を狙うというようなタス選手の動きでしたね。ただトップレーンで同数の対決をしてくれるのであれば、ランページとしてはボットレーンの2対2でアドバンテージ取れてますから、そこから状況を回復していくという選択肢が取れるだけ、まだ展開としては分からないですね。ランページとしては嬉しいという、ありがたいと、そう言えますね。ドラゴンのコントロールあと30秒、視界のコントロール取れてますからね。そしてテレポートエビ選手次は上がってますから、集団戦が起こるという可能性も十分ありますね。できればモヤス選手、マナ胸買いたいところですが、ゴールド溜まってない可能性の方が高いですか。トリニティフォースできたばかりですし。ああ、なるほど、集団戦の前にということですね。そうですね、溜まってませんね。所持金額790ゴールドですから。ただトリニティフォースできただけでも悪くないですよね。おっと、あそこのワードはコントロールワードの視界外ですか。ちょっと、そうですね、届いてません。テレポート仕掛けましたよ、ランページ。さあ仕掛けた、テレポート反応してるね。ユタポン、デジのショーカスミ一瞬で下がります。キャッチングしたかったか、逆にエンゲージしてゆとり回しになってる。そこにユタポン合わせているぞ。さあゆとり回し動けない状況が、一気に体力削れます。イグナイトヒールまで切った。さあただしエビがその間にゼロストに張り付いているが、タッスルがオーカスされている。鉄槌で2人ノックアップ。そこにショックへバーッと決まっていない。またしても1キル取っていくのはデゾネーションカスミ。ただしここからの反撃があるのか、ランページフラッシュアウトでユタポン耐えます。その間にビビットが入っている。
エビはまだ体力としては高いですが、バックラインからバズの飛んできた。こうなってしまっては人数差がある。エビ硬いですが耐えきれません。なんとエース獲得、デトネーションオーカスミ1号効果。体力のところを見るとユタポン選手、セロス選手、体力ギリギリまで使って集団戦のフォーカスを、ランページのフォーカスをずらしましたね。パーフェクトアローじゃないですか。完璧でしたね。あのキャリーに当てましたからね。いや、ゼラスト選手1試合もそうでしたが、スキルショットの精度が素晴らしい。特に陣以上に足のアローというのは難しいですからね。ちょっとすごいことになりそうですね、今シーズン。そうですね、彼のアッシュ陣といったところをちょっと警戒しなければなりませんね。さあ、これでドラゴンも獲得します。デトネーションフォーカスミグローバルゴールドでも4000ゴールドの有利を獲得しています。ここから、ま、ドラゴン取った後ですから、ミッドからボットにかけてのプレッシャーになると思いますが、先に仕掛けたのはランページでした。ただしこのビビット選手の反応速度の速さ、これでランページとしては狙いがずらされてしまった。さらに加えてこの完璧でしたね。こっからダメージを出すタス選手をすぐさま潰したセロス選手のプレーも素晴らしかったですね。あとはやはりまだ緊張してるんでしょうか、ラムネ選手のアルティメットが複数人に決まっていないというところで、やはり集団戦のダメージといったところが欠けてしまってますね。最後ビビットが倒されているのはミニオンシャワーでしたね。サポートの鏡のようなプレーでしたね。まあ、引きつけてなければ他の選手倒されていた可能性十分ありますからね。おっとあろう。ただしダラは反応して避けています。さあ、ここから反転、エンゲージしたのはランページです。そこにトゥルーシュットが飛んでくる。ゼロストの体力が5割削れています。さあ、タッスルがダメージもしくはキル回収できるかどうかが非常に重要なシーン。バックラインに空いたがショックへ、またしても当たっていない。デトネーションオーカスミが避けている。そしてエンゲージのフック当てている。ゆとり回している、フォーカスしているが、ただしここはうまくゆとり回しさばききっている。ただしユタポンがまたしてもキル回収。さあ、ここの混戦どうなるかですが、バロンのダメージもちょっと入っているぞ。ラムネが集団戦に参加できていない。その間にゼロスターがダメージ出している。さらにラムネもこれゾーニングされている。ゼロスターがダブルキル。さあ、エビは1キル回収はしますが、キャリーが残っているのはデトネーションオカスミエース獲得。先ほどと打って変わってラムネ選手のアルティメットの打つ位置タイミング完璧だったんですが、フラッシュアウトで避けられてしまいましたね。あとはビビット選手のフック、これエズに当てましたよね。ゆとり回しに当てましたよね。当てましたね。さらにその後、タス選手も当ててましたね。素晴らしい動きでしたね。これはターゲットバンしなくてはなのではかもしれないですね。ここのベイト見事だったんですけどね。あ、これランページが待ってるんですか。ここで触って待ってますよね。ここでエビ選手待っていると、そして反転して入っていく。ここでタス選手がバロンダメージを受けてしまったのがちょっともったいなかったですね。というのもバロンダメージを動かしたゼロス選手の判断が非常に良かったと思います。ラムネ選手のこの動き、ああ、ゼロスフラッシュアウトなんですね。見事でしたね。さらにモヤス選手も捕まえてと、ここでまずモヤス選手を捕まえた後タス選手を捕まえてますからね。あー、本当ですね。ここから飛び回りたいというシーンですよね、はい、あそこで捕まえてなかったらちょっと分かんなかったですからね。ビビットが集団戦で支えます。そしてエビフォーカス、これは孤立しているランページもミッドレーンに合流していますが、ユタポンを捕まえているのはランページです。これは倒せそうか、とギリギリ。ただしメガインベルトボムがとんでもないダメージです。まだ24分なんですけどね。今リデンプションの範囲に入ればというようなシーンでしたからね。もっとボットのインヒビターに行くぞというピンをデトネーションフォーカスミーが鳴らしてますが、これはリコールさせない、いや、カットしてますね。このままミッドのインヒビターに行くようですね。さあ、ミッドですね。ボットではなくミッド。そしてランページ対応が遅れるか。タッスルの位置、これは分かっている。
うまく対応しました。さあそしてエビテレポート集団戦になるぞ。正しくユタポもテレポートを切った。エビがただし先手を取ってはいるが、これはまたしてもキャリーとの距離が遠いか。フラッシュアウトを選択したのはエビ、それを逃さない。フックまたしてもビビットが決めている。さあ全員に移動速度アップをつけているのはランページです。ただしエンゲージはできない。下がります。対応が非常に見事でしたね。ここでバロンに行くのかどうかですが、ボットのミニオンのコントロールでフォーカスミしっかりと行ってますね。ここでラムネ選手がボッ青バフを取ろうとしている。あ、やめましたか。すぐさまバロンの方に向かってますが、おっとブリンク使わなければ当たってましたね。当たってましたね。このアローのプレッシャーもあってちょっとバロンのとこに行けないですか。ああなるほど、来たところを捕まえてしまおうと。さらにまだ足のアローこそなくなりましたが、スジェシのフック、エリスのコクン、あとはユタポン選手テレポートないですか、チームに合流しているので壁ドンのプレッシャーもありますね。ああそしてインフィニティエッジいってますね。あ本当ですね。これだけアルティメット何度も打つのであればエッセンスリーバーの方がパフォーマンス上がったような気もしますが、精度も非常に高いと。かなり優れてますからね。まあエビ選手へのダメージを優先したということですか。ただしゆとりもやしもアイテムが揃ってきてかなりダメージが出る準備は整いつつありますよ。今中盤エズレレが一番強い時間帯に入ってますね。あとは早めにエビスプリットビサージ欲しいですかね。そうですね、体力の回復量といったところもありますし、なんといってもセロス選手のダメージといったところもかなり強力になってますからね。あちょっと面白いのがリデンプションをダラは作ろうとはせずに、これはイージスということはロケットを先行して、あ作りましたね今。やはりセロス選手の AOE ダメージに対してソラーリがカウンターになるという判断ですね。リデンプションではちょっと遅い。あなるほど、ということだと思います。ソラリの方が即発動ですか、ね、ということはあのアルティメットのダメージに対してすぐさま使おうと。それが狙いになっていると思いますね。さあそれをダラが役割を担います。ただこのエリススレッシュアッシュのこのプレッシャーによって前出れないですねパズ選手と、ビビット選手、非常に素晴らしいですね。あとパスのビルドが1戦目と違うんですよ。少し短期目にいってるんですよね。1試合目は火力の出るようなビルドにいってたんですけれども、ここはやはりどうなんでしょう。カジックスのダメージを受け切るだとか、あとはやはりエンゲージのきっかけ、こういったジャングルのイーブンな状況の中でリスクを負って敵のジャングル入っていかなければならないので、まあ、守備的なアイテムを積んでリスクを下げたということだと思いますね。あーうーん、ここユタポン選手ですが、さあエビまたしても仕掛けているがランタン回収。今エンゲージ仕掛けたというよりも、おっとアロー当たっている。ブリンクアウトだが、さあフックはクールダウンなんです。先ほど使っている、合わせられません。ちょっとこのゼロス選手のアローのクールダウンが上がっている時というのは目が離せないですねいつ打つか分かりませんからね。かなり遠距離でも打ちますよ。ここまでのところ非常に高い精度を誇ってますからね。さあただしランページもうまく対応して集団戦のフェーズに持ち込んではいます。タッスルの位置がちょっと面白いぞ。捕まりそうか。大丈夫そうです。さあエビもう一度スネアからフックで、またこの形。さあボックスの中に閉じこもってユタポンが全容。ああ、そして今がインフェルノボム、ゆとり虫なんとか逃げ切ったがラムネダウン。フラッシュはクールダウンだったか。そして先ほどのところでダラ選手はソラリ使った後だったですね。クールダウンだったわけですね。ああ、なるほど。さあそのままインヒビッターを壊して、これはエンドを狙っているか。ランページ生き残っているプレーは4人、4対5の状況下ですが、もう一度フックビビット。エビはこれは逃げるように立ち回ります。タッスルもブリンクを逃げに使う。ダラもフラッシュアウト。さあそしてもう一度前、ビビットフックまたしても決めているが、エビが誰を狙うのか。セロスを狙いに行ったが、セロスただしマナがない。ゼロストが完全に不利になった。タッスル前に出たがフレイで、これはまたしても弾かれてしまう。さあここからゆとり回しがダメージ出せるかどうかですが、ボムが痛いか。さあもう一度前に出ている、エビが、エビの体力が削れてしまった。やはり人数差がある。さあここからアウトプレーを狙いたいシーンではありますが、ランページキルには届かない。1キルは取りましたが、
苦しい展開が続きます。萌え選手が柔らかい対象を殴ろうとポジショニングを修正していたんですが、常にユタポン選手が前に立ちはだかっていましたね。あっと、そしてフラッシュイン、ここは倒しきることには成功します。ここでただネクサスタワーまでの通路といったところをフォーカスミ開けることに成功してますし、ドラゴンではなくバロンのコントロールがかなり有利な状況になるの間違ってないですかね。なんて、まあ、このバロン、あっと、ただこれはおっとスカトル取りましたか。取りましたね。これで時間の猶予が生まれますね。ミッドをプッシュしきる時間が生まれましたね。1分間ですよね、確か。かなり大きな時間ですね。ただそのダラが狙われてはいます。というよりもバロン前に集まりましたよ。ランページは始めましたよ。ジグスがいない間に、スロー選手がいない間にですね。なるほど、今度は人数差があるぞということですか。さあそこから判定を狙うのか、難しい立ち位置ではあります。ラムネのボールによってゾーニング。さあユタポンの鉄槌は全員で避けて、ユタポンフォーカスメガユニエルノブ全員で避けたランページ。さあ今度は起死回生の一手となるか、集団戦にはなっている。ただしさらにフックが決まっている。そこにフォーカス合わせるのはヌルジョグで、ショックウェーブ2人に決めた。これはラムネスーパープレイ、シャットダウン。ランページ一気に2キル獲得。そのまま前に出る、タッスルがキル回収したいですが、ここはパズが許しません。気づいてみれば 2-3 交換、ランページ有利は取りました。これだけグローバルゴールドを離されている中で、そして集団戦勝てていなかった中で勝ちを作れたというのは非常に大きいですが、オブジェクト取れないですか。取れないですね。取りたかったところですね。なんといってもゼロス選手が落ちなかったというのが痛かったですね。倒すことができていればそこからミッドのファーストタワーへという流れを作れていた可能性が高いだけに、ちょっと惜しかったですね。ただしいい形作れましたね。いい形、やはりオリアナのアルティメットが当たると随分と違いますし、ずっと我慢していましたよね。ユタポン選手に対して仕掛けはしたものの、相手が固まるのをずっと我慢していたというのが非常に大きかったですね。で丁寧にずっと我慢して、さらに萌え選手がずっとフリーで殴れているというのも大きいですよね。見事、素晴らしいダメージですね。キャリーを巻き込んでですかね。この形でプレッシャーを与えることができるとまたランページは分からなくなりますが、ただそれでもミッドのファーストタワーが残っているという状況は辛いですね。そしてもう一度バロン触りますか。これさあ触った、来いよデトネーションフォーカスミーということでしょうか。これはやってやろうじゃないかというランページからのメッセージですが、やめます。そしてテレポート、逆にバロンのピット内に入っているのはデジェンションカスミ、アローが当たっている、タスが捕まっている、ショックウェーブ、今度は前2人に当たりました。さあバロンの体力は2800、エビがバロンのダメージをかなりもらっている。そこにフォーカス合わせているのはデジェンションカスミ。さあエビはまだ耐えている、まだ耐えているが、さすがに無理、孤立してしまった。さあランページもう一度前に出るか、スティールを狙った、取った、タッスルスティール成功。3人バロンバフを持ち帰ることには成功します。これでかなりこのインヒビターが復活する時間というのを消化できましたからね。ランページギリギリで試合を長引かせた、むしろ勝ちのパターンもちょっと見えてきた可能性も高いと。逆転ですか。まだあと2手3手必要になってきますが、スティールする状況というのはスティールする側の方が有利ですからね。あれですか、じゃあタッスルを移すべきだったということですか。そうです、いやパズ選手辛いですけどね、よく言われますが。なるほど、よくスティールしたと思います。あれだけかなり体力低い状況で入りましたから。まあ、ではタッスルとしてはデッドした代わりにチームへの勝利の架け橋につなげたということですからね。そうなりますね。やはりこの2チームの対決というのはただでは転ばないと。ただ行きますか。あ、行きますか。伊豆がトップレーンにいる。
これはリコール間に合うのか。ただバロンバフはありますからリコールは非常に早いですが、ネクサスタワー1本は守れると思いますが、ミッドレンジミターを失ってしまいますね。いや判断が早いデトネーションフォーカスミー。ただ守りましたよ。守りましたね。ランページなんとかミニオンのフォーカスを自分たちに切り替えて守ることに成功。割れていません。ただこれでバロンバフの時間といったところ、フォーカスミーかなり使わせてますね。いや、そしてアシナードが失われた。タッスル、これはうまく引き寄せた動きです。トップのセカンドターンに対してローテーションをランページとしては狙っていける可能性が高いですが、まだインヒビターの体力が低いので強引にはいけないですよね。さあただ少しずつですが上げてますね、ラインを。コクン、ゆとり回しを狙いましたが、ミッドのファーストタワーは押し切れないですか。降りたいところではありますが苦しいですね。何が要因なんでしょうかね、押し上げられない。やはりセロス選手の使うジグスのウェーブクリア能力の高さですね。さらにパズ選手とビビッツ選手が仕掛けてくるところを反転していくというところのプレッシャーかけてますから、安易に押せないというのも大きいですね。おっと、コートエンゲージですよ。さあランタン回収して、どこに飛んだエビ、どこに行った。いや、キャンセルしましたよ。んと、これはどうなんだ。そしてミッドに仕掛けるインヒビターを壊したいが、パズ少し焦ったか。いや、ここはうまく避けています。さあエビが仕掛けたい。アッシュのアローがもうすぐ上がるんですよね。ああ、なるほど。おっと、ただ仕掛けに行ったのはランページ。それを見てコクン、いや、ただゆとりもないし、これはきっちり反応しています。ブリンクで下がっている。タッスルがずっと狙っている。誰を狙っている。セロスを狙いに行った。ただしヒールをすぐさま切った。インビジブル、そしてアローは避けている。タッスルがかなりこれはヨードしていますが、ただフラッシュアウト、そしてジャンプ、さらにはエビがこれは追撃しているのはユタポン。スネアで逃がさない動き、フレイで助ける、さらには回復、そして体力が全体的にチェイスが長かったが、ランページは体力の有利が取れていません。さあ今度は反転、デトネーションオーカスミ、パズが強引に前に出ますが、ここはエビが許さない。そしてショックウェーブ、素晴らしい、ラムネのショックウェーブ、そしてコクン渡っていますがフォーカスができない。エビがこれはフロントラインとしてなっている。ダブルキルはラムネ。なんとこれランページ逆転か。2キル獲得ランページ。いや3キルですね。3キルですね。そしてミッドのファーストは取れますね。バロンは終わりましたが、タッスル選手素晴らしい。こ一人でキャリー2人のフォーカスを集め続けましたからね。ビルドは全然全くタンクじゃないのに。そしてキャリー陣、ランページのキャリー陣もダメージを出すように続いていましたから、ユタポン選手の体力がもう残り1割を切るまでずっと削り続けてましたからね。そしてさらにやはりオリアナのアルティメットが当たると状況一気に変わりますね。あと1個思ったんですけれども、1試合目のその前衛と後衛の間が空くというお話ありましたよね。それに対してダラの移動速度アップによってその間を埋めてるんですよ。フォアしっかりと修正してましたね。ここのタッスル選手の動きをここからずっと皆さん見ていてほしいんですが、ここでまずフォーカスを一度受ける、インビジで一旦下がる、で消えてアルティメットを使わせてからもう一度プレッシャーかけてゼロスト選手が全くオートアタックできないんですよね。集団戦のさなか殴れる状況にもかかわらず、それをタッスル選手が作り出していたと、本当に見事でしたね。いや、本来であればフロントラインで3人作ってセロス選手とゼロス選手が集団戦殴り続けたかったんですが崩されてしまったと。そしてここからのランページ回答反転、見事でしたね。さらにはこれはロケットが間に合いましたかね。1集団戦中に2回使ったんじゃないですかそれほど長い集団戦でしたから長かったですね。さあこれでなんとグローバルゴールド逆転しましたよ。これはちょっとわからないですがエルダーですよ。これはちょっと集団戦起きる可能性が高くなりますね。さああと一度上回るかランページ。もやし選手がアーマー貫通アイテム変えてないのが気になる部分ではありますが、ラストウィスパーですよね。そうですね、
せめてドミニク・リガードのラストイスパー作りたいところですが、おっとベースレースですが、ランページは下がってますか。襟が捕まった。これで気づきました。ランページ後ろから入る動きを取っていますが、そこには大量のワードで見えています。バロンへの布石というところでボットのインヒビター狙ってますね。エビが守り、そしてタッスルが逃げ道を塞ぐが捕まりたくないぞ。お、避けられるということでアロー打ちませんでしたか今。そしていなしましたね。そしてエルダー前キャッチングを狙っているビビットのフックは誰を狙っているのか。フックとゆとり前シャトテない。そしてエビがボディブロック。アロー、エンゲージ手段がなくなりましたよ。あとエリスのコクーン接種のフックですが、下がらざるを得ないですね。トップとミッドプッシュウェーブをランページ作ってますからね。そう、ウェーブコントロールではランページが上回っている。そしてエルダーを触ります。トップレーンにはいけない。ユタポンすぐさま反転している。継続しているぞ。ユタポン選手テレポートありますが走ってきましたね。さあまだ体力に有利があるということでしょうか。さあそして移動速度上げてエルダが終わりきるぞ。どうするか。いやー、鉄槌が飛ばされた。エビが飛んでしまった。さらにメガニメールのボム。いやー、ただエルダが取った。タッスルが抑えた。さあここから瞬間性トゥルーダメージがあるのはランページだぞ。ユダボンが耐えきれるのか。いや耐えきれないだろう。ダメージを出していくのはランページですが耐え切った。1キル獲得デトネーションコスミ。さらにはランタン。いやただしここはゆとり前の追撃があるぞ。エビがそして前線を支えています。1-2 交換エルダー獲得はランページ。バロンもいけるんじゃないか。ただタッスルがいないか。いやパズ選手もいませんからね。お互いノースマイト。セロス選手のアルティメットが上がる前にやりたいところですね。さあ触った。ただしデロスト選手のアルティメットが上がりますがランページ取れそうですね。フォーカスミは諦めたと思います。さあこれで逆転になるでしょう。バロンを取り切りますランページ。その前のところでミッドとトップレーンスプリッあプッシュウェーブを作っていたというのが大きかったですね。一方のデトネーションフォーカスミはその前の動きでボットのインヒビターを狙う動きで何も成果が出せなかったというところが響きましたか。これが去年の覇者なんですね。2016の素晴らしいですね。この判断ができるんですね。あそこで本当にプッシュウェーブ作ったことがもう全てだと。全てですね。なおかつエビ選手とタッスル選手だけでデトネーションフォーカスミーのプレッシャーをいなせるという判断をしたのも素晴らしかったですね。ああなるほど。無理に当たるシステムを一つ見せてはいたんですがやめましたよね。さあボットレーン今度は攻め側に回ります。ランページまずは1本。いかなジグスといえどもこのバロンバフを持ったミニオン軍を処理難しいですからね。さらに大量のミニオンがいますランページ。おっとエビはもうタワーなんて関係ない状態ですがロケットちょっと間に合わなかったか。さあここから回復してというシーンですがデネーションオカスミーが仕掛けます。ラムネダウンショックウェーブ打てなかった。さあユタボンが倒しきった。どうなるのかこの集団戦。ゆとり前足も1キルは拾ったが、いやここガーディアンエンジェルがあります。さあフックだ。ビビットが局面を変えるか。ただしランページまだデッドしていないぞ。3対3の構図にはなっている。いや4対3ですね。エビもガーディアンエンジェルがありました。タッスルもガーディアンエンジェルです。強引に強引に道を開けたのはランページ。インヒビター獲得。アルティメットにロケットが間に合わなかった時点でさらにゆとり前選手をビビット選手が捕まえた時点でフォーカスミ逆転いけるかなと思ったんですがちょっとそのタイミングでキャリー陣が殴れませんでしたか。おっ支えてたんですかねフロントラインが。多分エビ選手とタッスル選手が攪乱していったのだと思いますがリプレイで確認しましょう。このアルティメットに対してソラリアちょっと遅れてしまったんですよね。そしてラムネ選手がアルティメットを打たれて倒されてしまった。そしてここでモレス選手が捕まるんですがエビ選手がフォーカスを完全に受けてますね。ああ本当ですね。素晴らしい。しかもそれで生き残っていると。ガーディアンエンジェル使う分だけ体力使い切ったんですね。そうなりますね。これはあれですよね完全に体を張ったとタンクとしての仕事を全うしたと言えると思いますね。
ジグスにしろアッシュにしろエズリアルのようなブリンク性能持ってないですから、目の前にタンクがいると殴らざるを得ないですよね。その奥にエズリアルが捕まっていたとしてもですね無理ですねそこまでですか。殴りに行ってしまうと逆にカウンターを食らう可能性が出てきますからね。さあそしてインヒビタータワーもう一度ロケットやはり間に合わない、リデンプションで対応します。ただしエビがその間に捕まってフォーカスを受けているが、今度はガーディエンジェルがありません。ロケット対応しているのはデトネーションオーカスミーサイド、体力が有利なのはランページ、いやデトネーションオーカスミーか、微妙なラインだぞ。さあまずはセロスがいつけるショックエラー、打つ前に発動する前にダウンしてしまったラムネ。2キル獲得はデトネーションオーカスミー、昭和していた、発動していればゼロストを取ってましたから、取ってましたね。ここでまだ分からなくなりますかね。やはりウェブのコンツウェブプッシュというところでゼロ選手優れてますが、一方でランページ側からするとウェブクリアの鍵であるラムネ選手がいないですから。さあただしバロンバフはない、インヒビター何個欲しいですかね、2個欲しいですかね、デトネーションとしては。というのもネクサスタワーあと1本ですよ。あエンドを狙うと、そうなのと思いますが、いや逆転から逆転からまた逆転、うわー捕まってフックは、いやブリンクで避けている、ただしいや狙ってるのはもうこれタワーですね。タッスルが強引に入っていくが、ゼロスターヒールを使用します。体力の有利を取ろうとしている、いやもうネクサスをそのままフォーカスして、LJL2017 スプリングスプリットラウンド1マッチ1、勝利したのはデトネーションオーカスミーとなりました。タッスルを最後は無視しましたか。5対3の状況を生かしきりましたね。いやしかしかなりフォーカスミーもヒヤッとしたとは思います。やはりランページ集団戦ハマると本当に強いですね。そうですね、そして流れを一度引き寄せましたからね。しかしやはりセロス選手のジグスはとんでもないエズリアルの体力が残り10割、フルヘルスの状況から残り3割まで消し飛んでましたからアルティメット一発ですよね。一発だけでしたね。中心部分に当たるとああなると。ただやはりこう1試合目と比べると自分たちのペースというのはちょっと作れなかった。ただそんな中でも自分たちのペースではなくても勝利に結びつけることができたというのはフォーカスミーにとっては非常に大きいかなという感じもしますね。あ常にこう自分のゲームプラン通りに試合が進められるというわけではないですから、苦しい中でも勝利を拾える強さというのもまたありますからね。いやしかし、はい、この試合なんといってもゼロスト選手のアッシュそしてジンすごかったですね。ちょっとすごかったですね。ちょっとこの試合の後半は、そのフォーカスが、ビビット選手にちょっと移ってしまいましたが、中盤までのゲームのテンポ主導権を握っていく上では彼のアッシュのアローというのがもう大きな役割を担ってましたからね。メンバーがチェンジしたことによってどうなのかなという声なんかもあったかもしれませんが、デトネーションフォーカスミーにとってはゼロストというのは一つの武器に十分なり得ると、十分なると思いますね。ビビット選手との連携も非常に良かったですね。あもう満面の笑みですね今モエス選手とゼロスト選手の間でちょっとやり取りになりましたね。悔しいでしょうね、ミトリモヤシとしては。悔しいでしょうね。あとはパズ選手がタス選手にちょっと抱きつくようなシーンを見せていました。やはりこういったところで、師匠関係でもしかしたらあるのかもしれませんが、今回はゼロスト選手が、そしてパズ選手が、そしてデトネーションフォーカスミーが上回りましたね。いやチームとしてはうまく仕上げてきた、そしてランページとしても逆転のめどというのもかなり作った自力を見せた試合でしたが、プレーオブザマッチ、まあそうですよね 91% ですよゲーム2キル関与率すごいです。 KDA13 と11ですからね。これはすごい、これはとんでもないですよすごいですね。まあそうなるでしょっていう、ジンとアッシュですよね。いやなんといっても、ジンのアルティメットの精度といったところもそうですが、アッシュでゲームのテンポをデトネーションフォーカスミーに入ってフルスに復帰しても作ったと
いうところは本当に大きなポイントだと思いますね。さあこれはまあこれからまだまだ試合続いていくわけですけれども、ちょっと注目していきたいところではありますね。アッシュバンしなければもしかしたらならなくなるかもしれないですね。ジャパニーズプレイですかっていうことですよね。そうなりますよね。楽しみですね。あとはランページとしては、まあ、ランページ一つ素晴らしかったなと思ったら、うん、ゲーム1からゲーム2ですぐさま修正した、うん、そうですね、やはりここはさすがランページだなという感じはしましたね。修正と速度としてはかなり速かったですからね。さあそして勝利したデトネーションフォーカスミーのゼロスト選手へのインタビューのどうやら準備ができたようです。インタビュアーのカツリオンさんお願いいたします。はい、それでは見事勝利したデトネーションフォーカスミーカーゼロスト選手にインタビューを行っていきたいと思います。ゼロスト選手よろしくお願いします。さあそれではまず LJL2017 の初戦、そしてデトネーションフォーカスミに戻ってきての初戦、見事勝利した今のお気持ちをお答えいただけますでしょうか。正直試合始まる前まではあんまり自信なかったんですけど、まあ、いざ始まってしまえばうまいこと試合が進んでこれいけるなみたいな形で結構いい雰囲気でできてたんで良かったです。まあ、久しぶりのオフライン、そして久しぶりのビビットとのボットレーンということだったんですけど、コミュニケーションとかはどうだったんでしょうか。そうですね、まあ、ビビットが最近日本語とても上手くなっているので、コミュニケーションだったりそういうのは全然問題なくスムーズにできました。そしてゲーム展開ですけれども、素晴らしいスキルショットでまさにゼロスト選手からゲームをどんどん動かしていったんですけれども、昔デトネーションフォーカスミにいた時とはまた全く違ったプレーを今回見せてくれたと思うんですけれども、何かブラックアイの経験を経て変わったことがあるんでしょうか。そうですね、まあ、ブラックアイの経験が関係あるのか分からないんですけど、まあ、ブラックアイでは自分から味方に指示出したり足とかそういうチャンプを好んで使ってたので、まあ、それがちょっと生きたんじゃないかなって思います。なるほど。そして、まあ、それを作戦としても初めから決めていたんでしょうか。そうですね、まあ、足っていうチャンピオン自体が今とても強いんで、足がファーストピックで取れたら取ろうっていうのがチームの意思でしたね。もう足が取れたらゼロス選手が作っていこうということだったわけですね。さあそしてゲーム2ではバロンを取られて一時非常に苦しい状況を追い込まれましたが、その時チーム内はどんな感じだったんですか。まあゆっくり落ち着いて、まあ、ちょっと焦りすぎてて自分もミスしたり、まあ、他の人もミスしたりしちゃったんで、まあ、落ち着いていけば勝てるってみんなで励まし合いながらやってました。なるほど、コミュニケーションバッチリということですね。そしてこれちょっと聞いておきたいんですけど、ゲーム1ザイラの花でちょっとやられてしまったところを見てしまったんですけど、ちょっとそこ教えてもらってもいいですか。いや敵倒して毎日殴るじゃないですかで、まあちょっと敵が来るなっていう焦りと、ここでインヒビ取って死んだらまずいなってちょっと内心焦ってて、ザイラの植物全く視界に入ってなかったんですよ。頭の中からも離れてて、で、まあ、ザイラザイラ植物植物みたいな頃でしたんですけど、まあ誰か殴ってくれるかなって思ってたら普通に花に突っ込んで自分が死に形になっちゃって、まあなんか大事な試合の最中なんですけどちょっと笑っちゃいましたねまあプロにもそういうことはあるということですね。さあそれでは最後にゼロス選手、今季 LJL2017 スプリングスピリット目標を語っていただいてもいいでしょうか。はい、まあチームとしてはもちろん、まあ、優勝なんですけど、まあ、個人として、まあ、残りウィーク10あるんで、まあ、そのウィーク10で、まあ、自分がナンバーワン AD キャリーっていうのを、まあ、みんなに認めてもらえるようにプレーで頑張ろうと思います。ありがとうございます。大きな目標を語っていただきました。見事勝利したデトネーションフォーカスミカゼロスト選手のインタビューでした。それでは実況席にお返しいたします。勝山さんありがとうございました。いやーザイラのね話面白かったですね。もう腹抱えて笑っちゃいましたねこっち大爆笑してましたからね絵に映ってないからっていうあれなのかもしれませんけどもいやいいインタビューでしたね。あとあのコミュニケーションがすごい取れやすくなってるんだよっていう話もありましたしね。ビビット選手が日本語を覚えてスムーズに連携が取れる、さらに苦しい時間帯の時でも互いに励まし合って、まあ、
環境、まあ、そういった時にこうチームの状況が良ければ逆転の目っていうのはまたぐっと高まりますからね、うん、そこも意識した上での、まあ、コミュニケーション非常にいいようですね。チーム内の雰囲気というのもかなりいいんじゃないかというのが伝わってくるインタビューでしたね。さらにこうチームの目標を優勝に置いているだけでなく個人の目標としてもかなり高いところに置いている、そういったモチベーションの高さというのも一つ伺いましたね。いやこういった選手たちの声が今後ずっと聞いていけるんですね。楽しみですね、うん、いやああいったミスプレーのシーンを聞けるというのもまた大変な感じもしますが大好きなんでしょ。いやプロのフェイルプレーなんかこう親近感が湧くんですよねだからとても好きです。はい、はい、というわけで、以上をもちましてですね LJL2017 スプリングスピリットラウンドはマッチ1が終了いたしました。本日の結果はこのようになりました。ランページ VS デトネーションフォーカスミーは0対2でデトネーションフォーカスミーの勝利となっております。さあそして次回のマッチ2スカーズ VS ラスカルジェスター、そしてマッチ3セブンセブン VS アンソールドスタッフゲーミング、こちらの模様は明日1月21日土曜日17時より放送開始予定となっております。なんといってもやはりラスカルジェスターが LJL に戻ってきたというところは非常に楽しみです。一方でスカーズはどん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 成長していると、この2つの対決というのは非常にこう楽しみですが、やはりスカーズの方がちょっと分があるかなという感じもします。そしてこのセブンセブン VS USG かなりメンバー両チームとも変わっているというところで予測が非常につきづらいですが、 USG がどうこういったメンバーアジャストしていくのか、初めてこうメンバーチェンジを経験するわけですから ね、まあ、初めてで、まあ、ミッドレーンの変更もありましたが、ここまで大きく変更するのは初めてですから、なんといっても、うん、チームを支えてきたクロックデイがいないというのもどうなのかなというのもありますよね。そうですね、クロックデイ選手抜きでのシーズン今回が初めてですから、そのスタートダッシュといったところは非常に重要。一方セブンセブンはロケニア選手がスタートからいるというこのインパクトの大きさ非常に楽しみですね。なるほど、ありがとうございます。さあそして、次回の放送もどう、どうぞお見逃しなく。それでは本日実況私アイツと解説レボルでお送りいたしました。それではまた、明日お会いいたしましょう。さよなら。さよなら。ボックスに当たっていないフラッシュにすぐ反応しているのはタッスルですが、ここにテレポート、そしてセロスナアルティメットイグナイト、これは届けたが、いやシールドで守りきる。さあそこにテレポートだ。なんとフィナーレを展開しているのをエビがうまく捕まえてファーストブラッターなんて、エビこれは連携が取れていますね。フラッシュインフックボックスイグナイトまで決めているフレイ、ただショックウェーブんどうだ、これゼロスが危ないか、ただセロスが寄ってきていた。魔力の本流から1キル獲得がデトネーションおかずみ、そこから2番の指ユーディカゴノックアップは決まっているが、またしてもエビのフック、ただサーダメージ入っていない。フラッシュインからなんとゼロスが1キル持っていく、分断されているのはランページだ。さあここからフィナーレ展開、ゼロスト4発全て当てている、キルを取っていくのゼロスト、デトネーションおかずみそこからの集団戦に狙いに行くユタパンガス、うん、そして鉄槌はおっとエビが面白い動きをしましたが、これは飛ばされていない。そして狙っているのはラムネイルフォーカスを浴びせている。その間になんとセロス1キル、さらにはゼロストスキルショット当てている。ランページまたしてもこれは前後が分断しているか、ユタリマヨシダメージここから出していけるのか、タッスルが強引に前へ、セロスをノックアップしたがユタポンが守る中、ユタリマヨシもそこに続いてはいる。ただしガーディアンエンジェルがある、セロスがダウン、さらにはユタポンもダウンしている。さあここからエビも復活するがゆとり前しフックが当たっている。ビビットがきっちり当てて、エース獲得はデトネーションオーカスミ、キャッチングしたかったか、逆にエンゲージしてゆとり前しに当てる。そこにユタポン合わせているぞ。さあゆとり前し動けない状況が一気に体力が削れます。イグナイトヒールまで切った。さあただしエビがその間にゼロストに張り付いているが、タッスルがオーカスされている。鉄槌で2人ノックアップ、そこにショックへバーッと決まっていない。またしても1キル取っていくのがデトネーションオカスミ、ただしここからの反撃があるのか、ランページフラッシュアウトでユタポン耐えます。その間にビビットが入っている。エビはまだ体力としては高いですが、バックラインからパスも飛んできた。こうなってしまっては人数差がある。エビ硬いですが耐えきれません。バックラインに入ったがショックへ、またしても当たっていない。デトネーションオカスミが避けている。そしてエンゲージのフック当てている。ユタリマヨシフォーカスしているが、ただしここはうまくユタリマヨシさばききっている。ただしユタポンがまたしてもキル回収。さあここの混戦どうなるかですが、バロンのダメージもちょっと入っているぞ。ラムネが集団戦に参加できていない。その間にゼロスターがダメージ出している。さらにラムネもこれゾーニングされている。ゼロスターがダブルビル、ショックウェーブ2人に決めた。これはラムネスーパープレイ、シャットダウン、ランページ一気に2キル獲得。そのまま前に出る、タッスルがキル回収したいですが、ここはパスが許しません。スティールを狙った、取った、タッスルスティール成功、ダブルキルはラムネ。デトネーションとしてはというよりもネクサスタワーあと1本ですよ。あ、エンドを狙うと、そうなの
と思いますが、いや逆転から逆転からまた逆転だ。うわ捕まって、ここからフックは、いやブリンクで避けている。ただし、いや狙っているのはもうこれタワーですね。タッスルが強引に入っていくが、ゼロスターヒールを使用します。体力の有利を取ろうとしている。いやもうエクサスをそのまま放火して、あ、ベルゼルにブリンクを触れる。